タミル・イーラム解放の虎とは、かつて、スリランカで、武装闘争を行っていた、タミル人のテロ組織である。タミル・タイガーとも表記される。イーラムは、スリランカを意味する、タミル語で、虎は、つまりライオンの子孫を意味する、シンハラ族に対抗するものであり、かつて南インドに強制を誇った、タミル族の王朝、蝶羅朝の紋章でもあった。 自転車不評部隊族にシータイガーと呼ばれる海上部隊女性のみで構成された部隊スリランカ北部と東部にタミル人の独立国家タミルイーラムを建国しスリランカからの分離独立の獲得を主張して設立されたインド共産党、毛沢東主義派と連携しているという説がある宗教的には世俗主義でマルクスレーニン主義の影響を受けているリーダーは ベルピライプラバカラン。兵力は約9000名とされていたが、2004年にカルナハ分離により、2006年時点で約4000名と推定された。世界タミル協会、世界タミル運動、在カナダタミル人協会連盟等の国際組織から合法的に開設された銀行口座を通して資金援助を受け、外貨獲得のために相手を問わない。 武器輸出を行っていた独立国家共同対処国や2006年から7年にかけて北朝鮮からも対戦車砲などの武器を調達していた。保有武器は消火器が主体だが、戦車や高速艇や潜水艇等の船舶、コイン機を中心とした小型航空機も有していた。スリランカ北部と東部の沿岸州で軍事行動を展開していたが、 ノルウェーを仲介して成立した停戦が破棄された後、政府軍の攻撃で、組織的な軍事行動の範囲を狭め、2008年11月には、約20年ぶりに政府軍が北部の西海岸を奪還、事実上の首都として機能してきたキリノッチも陥落した。そして2009年5月17日に、LTTE は敗北宣言をし、スリランカ政府と LTTE の市販世紀以上に、 渡る内戦は事実上終わりを告げた。19日には、プラバカラン議長の遺体が発見された。24日には、LTTE の国際関係部門のトップが声明を出し、議長の死亡を公式に認めた。声明では、我々は暴力に頼ることを諦め、民主的なプロセスを経て、タミル人の民族自決権獲得。スリランカは多民族国家であり、人口の 約74%が、シンハラ人、約13%は、古くから住んでいる、スリランカタミル人、約5%が、イギリス植民地時代に、プランテーションへの労働力として移住させられてきた、インドタミル人である。植民地時代、シンハラ人は、イギリスの支配に対立、抵抗を続けたのに対し、比較的従順だった、タミル人がイギリス政府に徴用されていた。 1947年の議会選挙では一人一票制が採用され、新原人が正論政府で多数派を得た。1944年に設立されていた全正論タミル会議は、デワノン型の権力分割を主張していたが、高知では新原人よりもインドタミル人が多数派であり、独立直後の政府にとって脅威であったため、受け入れられることはなかった。 その後インドタミル人は1948年制定のセイロン市民権法により公民権を失い、1949年の国会選挙法により選挙権を失った。さらに1956年、ソロモン・バンダラ・ナイケ政権はシンハラ・オンリー法を採択し、タミル人への差別が始まった。セイロン政府は悪化するスリランカ経済に対する不満をそらすために、 新原政策を推し進め、1965年には新原人による反タミル人キャンペーン、民族浄化を提唱するスリランカ人民解放戦線が創設された。1970年に就任したシリマボ、バンダラナイケも、1978年に大統領に就任したジュニウス、リチャード・ジャヤワールダナもタミル人政策には着手しなかった。 1972年制定のスリランカ共和国憲法でも、1978年制定のスリランカ民主主義共和国憲法でも、仏教に思考の地位を与えるという条項は残り、タミル人への差別は続いた。タミル人の恩憲派は、悪徳ククタミル統一戦線タミル統一解放戦線という変遷を経て、政治的手法を用いながら、インドのタミルナード州及び、 スリランカのタミル人居住区からなる統一、タミル人国家の創設を主張した。一方、1970年になると、タミル人に著しく不利な大学入学の標準化政策の阻止を目的に、武装した若者による過激派も形成されていく。1972年、タミル人の言語と教育を守るためには武器を取るのが唯一の方法と考えた当時18歳の、 プラバカランはタミルの新しい虎を設立1975年にジャフナ市長を暗殺する。1975年5月5日 TNT を母体にタミルイーラム解放の虎が設立されベルピライ・プラブハカランが議長及び軍司令官に指名された。その後1977年と1981年にシンハラ人によるタミル人への暴動が起き、 タミル人の LTTE をはじめとする武装団体への支持が高まっていった。1980年代に入ると、スリランカ政府は恩恵タミル政党であるタルフを非合法化し、タミル人との対話を完全に断絶してしまう。一方、LTTE はゲリラの訓練をインド南部で行い、訓練キャンプを各地に設立し、本格的な武装闘争を展開し始める。 1983年7月23日、LTTE は地雷を用いた初めてのゲリラ攻撃を行い、政府軍兵士13人を殺害する。これをきっかけに7月25日、コロンボで大規模なシンハラ人によるタミル人への暴動が起き、LTTE は分離独立運動を活発化してゆく。当初劣勢だった政府軍は装備の充実に努め、 1987年までには、LTTE を北部のジャフナに追い詰めることができた。しかし、ここで、親タミル的なインドが介入し、タミル人に物資を空中投下し、スリランカ政府に停戦の圧力を加えた。当時のスリランカ大統領ジャヤワルダナは、これに激怒し一時は宣戦線復刻も考えたが、結局交渉に入った。交渉での合意に従い、タミル人には、 自治権が与えられ、武装解除の義務を負うこととなった。停戦の監視には、インド平和維持軍が当たった。停戦後、平和が訪れたかに見えたが、今度は、新原人民族主義者が、テロ活動を展開した。LTTE も、これを後期と見て、武装闘争を再開した。インド平和維持軍は、LTTE に対して、大規模な行動に出ることに決め、 1988年5月には5万5千人の部隊をスリランカに駐屯させた。1989年に当選したラナシン派、プレマダーサ大統領は大きくなりすぎたインド平和維持軍のプレゼンス。存在意義を失ったインド平和維持軍は、スリランカ政府の必要な要請のもと、1990年3月に撤退した。同時に、プレマダーサは政府や 与党統一国民東洋人へのテロを繰り返していた、新原人民族主義者組織であったスリランカ、人民解放戦線への相当作戦を行い、4500人から2万人以上の首謀者が出たものの、JVP は武力闘争を放棄した。この間、LTTE もテロ活動を再開し、1991年5月21日には、元インド首相、ラジーブ・ガンディを、 1993年5月1日には、プレマダーサ大統領を暗殺した。1994年に、チャンドリカクマーラトゥンガが大統領に当選し、サンド LTTE との交渉を再開したが決立し、政府軍は大攻勢を展開して、1995年に LTTE の拠点、ジャフナを奪取した。 構成は継続されたが、決定的な勝利を収めることはできず、LTTE のテロにより、治安情勢は、顕著に悪化し、1998年には、非常事態が導入された。1999年12月18日には、クマーラトゥンガ大統領の暗殺未遂が起き、これによりクマーラトゥンガは視力を失った。2000年以降は、ノルウェーの朝廷で停戦していたが、 LTTE の爆弾テロが止まらなかったため2006年にスリランカ軍が北部拠点の空爆を開始政府は停戦破棄を否定したが LTTE は停戦崩壊を宣言したこれを受け政府側も2008年1月3日にノルウェー政府に対し停戦破棄を通告同16日に執行したインドのライバルである中華人民共和国とパキスタンの大々的な援助を 取り付けたマヒンダラージャパクサ政権は、LTTE の完全殲滅を目指し、各所で攻勢をかけた。最終的に2009年5月17日、LTTE は敗北宣言を出したがその後も、政府側の攻撃は続き、プラバカラン以下23名の LTTE 幹部は19日までに、全員死亡した。奇襲作戦やゲリラ攻撃を得意としている。自爆テロで、 多くの要人を殺害している。LTTE の兵士は、イデオロギー工作によって植え付けられた、新原人に対する被害者意識で凝り固まっており、事故の生命も、新原人の生命の価値も一切評価しなかった。海上部隊は、シータイガーと呼ばれ、2007年中には、LTTE の輸送船への攻撃も含め、スリランカ海軍との海戦が頻発するなど、 両者はしばしば衝突している。海上部隊の中には、かの信用のように、爆薬を搭載した高速艇で敵艦に突入するための、ブラックシータイガーと呼ばれる部隊があり、自爆攻撃でスリランカ海軍の艦艇を撃沈している。戦闘の本格化に伴い、2007年3月、LTTE は内戦史上初となる改造民間機を投入した。 航空攻撃を観光した。近代的な防空システムを持たないスリランカ軍はゲリラ的な空襲に対して有効な対応を取ることができず、低速のレシプロ機による首都爆撃をそのまま見過ごすという失態を演じた。しかしながら、地上においては政府軍は北部及び東部での戦闘を優位に展開しており、一連の航空攻撃及び無差別テロの激化は、 LTTE の苦境を示すものではないかとも見られていた。LTTE の新兵は厳しい戦闘訓練と偏った歴史認識の植え付けによるイデオロギー工作で洗脳され、新原人を狙った殺人や自爆、自決を厭わなくなる。生きて敵の捕虜になることは固く禁じられており、LTTE の戦闘員は逮捕されそうになると自害する。自殺のために、 生産狩りが戦闘員全員に支給されている。自殺の代表例としては、1987年10月、政府海軍に逮捕された LTTE17 人は、生産狩りで服毒自殺を図り、12人が死亡している。一般のタミル人に向けては、例年11月27日にプラバカラン自身が、LTTE の戦闘方針や指導方針について演説している。 LTTE の東部方面司令官だった、ビニャガマムーシムラリタラン司令官ら数百名が、分派したカルナハも、母体である LTTE と同様にテロを多用する。もので、2005年12月25日には、LTTE に近いタミル国民連合のジョゼフ、パラジャシンハム議員暗殺事件を刊行したほか、2006年中に、東部一帯で少年ばかり数百名を自軍に加える。 目的で拉致し、政府軍もこれを黙認したとされる。LTTE は未成年者を少年兵として利用していると国際連合児童基金や国連安全保障理事会の子ども及び武力紛争に関する作業部会から非難されている。LTTE の戦闘員はタミル人の農村から未成年者を強制的に徴兵している。子どもを戦争に送りたくない親たちは 政府軍の支配地に逃れているが、それでも LTTE の戦闘員は、どこからともなく現れ、子供を連れ去っている。子供が就学している場合、卒業後 LTTE に入隊することを条件に、徴兵を猶予されることもある。強制的に徴兵された子供たちは、LTTE の訓練キャンプにおいて、毎日朝4時半から夜遅くまで、徹底的なイデオロギー工作を受ける。やがて、 子供たちは自分自身をタミル人のための自由の戦士と考えるようになり、自爆も厭わない戦闘員になる。訓練キャンプを卒業する際に自決用の生産狩りが支給される。そして今度は自分が子供たちを兵士に勧誘する立場になる。未成年者の徴兵はタミル人内部でも批判の声があり、1990年代から子供を取られた両親や、 人権擁護組織は子供たちの返還を要求し始めた。1998年、国連の特別監視団が LTTE の支配地を訪問したが、LTTE は17歳未満の子供を徴兵していないと受け合った。しかしながら、両親たちはこのことを信じておらず、LTTE の支配地から逃れることを選んでいる。内戦が終結したスリランカでは、 新原人の青少年には、タミル語の習得を、もう一方のタミル人の青少年には、新原語の習得を義務づける法律が施行され、憎しみの連鎖を止める取り組みがなされているところであるが、内戦が生んだ青少年の心の闇を解決するための道のりは、遠く険しい。正確には、ビアフラ戦争においても、 ナイジェリアからの分離独立を目指すビアフラ共和国がカールグスタフ・ホンローゼンが調達した軽飛行機丸目 MFI-9 にロケット弾ポットを装備しての航空攻撃を観光している。ありがとうございます。